バインゴリン・モンゴル自治州は中華、人民共和国新共ウイグル自治区東南部に位置する自治州。モンゴル語でバヤンは、豊かなゴルは、カワインは、所有格を示す設備地。現地のモンゴル人は、バヤンゴリンとは言わず単純に、バヤンゴルと呼んでいた。新疆最大の地方行政単位であり、漢族が約68%を占める。モンゴル族人口は4.6万人に過ぎず。 ウイグル族人口36.5万人などとなっている。なお、新疆生産建設兵団、約20万人が入職している。主婦はコルラ市。コルラの東に法人県和政県がある。その県では、トルファン市内とカシュガル市をつなぐ南強鉄道が、通りその駅もあるバルゴンイの町に、トルゴートモンゴル人の民族中学校やバザールがあり。 モンゴル人の賑わいがあった。バルゴンタイの東の遊牧民の村オリアス・ダイツ・ァガーン、牧場、全身牧場とそのまた東のシャルガンゴル大隊、夏鹿、溝村百9 8 6年の夏に非合法、取材をかけた、日本人のルポが1990年の朝日、ジャーナルノンフィクションコンテストの加作に入ったが、ワープロ本として、勝負数のみ古書で流通している。 自治州中央部は東西にタクラマカン砂漠が走り、オアシスは南北の山際に点在する。タクラマカン砂漠は天然ガス、石油など多数の鉱物資源が豊富に埋蔵されている。北は、ハミ地区、ウルムチ市、イリんハザク自治州、西は、アクス地区、ホータン地区、南は、チベット自治区、青海省、東は、甘粛省と接する。古くから、 シルクロードが域内を貫通し、西域36国中、ローラン、京、かつせ、昭和手、エビスド、山国、臨大、延期、上里、距離、騎種の11国があった。紀元前60年前間は、鳥類に西域徒府を設置し、西暦91年には五官がローランに西域調子を置いた。648年には唐が延期徒府を設置している。 新朝は1759年に、カラシアルベンジ大臣を置いて、延キやコルラを統括させた。また、西域南道のかつ末や弱強は、ウテンベンジ大臣の管轄に属した。1771年モンゴルトルグート部が、ボルガカ流域から東返し、和県県付近で遊牧を許された。1902年には、延期府が設置されて、新兵、京。 臨大の三県を管轄。新中国成立後、1950年4月12日、成立延期選書が置かれ、1954年6月23日、バインゴルンモンゴル自治区とコルラ選書に分割されたが、1960年12月に、コルラ選書が、バインゴルン自治州に編入され、州政府所在地が延期からコルラに移った。1県9、4、7県。 一時地験を管轄する。延期戦区新京省コルラ戦区新京省バインゴリン、モンゴル自治州新京ウイグル自治区コルラ戦区新京、ウイグル自治区バインゴリンモンゴル自治州。ありがとうございます。